お山が2つあったとさ。ちっちゃなお山に道つけて、あんぱん2つ、おにぎり2つ、梅干し1つでじゃんけんまん。でっかい宇宙の真ん中に地球が青く光ってる。そんな地球の隅っこで通信だな。息子よ、元気か。私は今ママと一緒にとても寒い家にいる。私とママがじゃんけん村を離れてからもう1年近くなるが、お前はしっかりとじゃんけん村の正義と平和を守っているだろうか。お前はまだ小さいが、ジャンケンマンとしての使命を立派に果たす。ハクシュ、寒い。とにかく頑張ってな。それじゃあ、ちょっと待って。ママにも話しさせて。あ、ママ、今日はとっても寒いところだけど、昨日はすごく暑い国にいたの。世の中には困ってる人やいろんな事件がたくさんあるわ。でもね、その人たちを助けてあげたり、いいことをすると心がとっても温かくなるの。あっちゅ、あら、パパあったの。寒い。とにかく頑張れよ。ママたちも頑張るわ。それじゃあな。よし、パパもママも頑張ってる。僕もやるぞ。朝のパトロール開始だ。
ねえ、僕とじゃんけんしようか。じゃんけんぽい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 。今のは何？じゃんけんパワーだよ。じゃんけんパワー？うん、じゃんけんで生まれてくるパワーさ、平和と正義の力なんだ。坊や！あ、ママ！それじゃ、うん、ありがとう！それに愛子ちゃんもいる。何してんだろう。どうしたんだい。あ、じゃんけんマン。ねえ、ちょうどよかったわ。何か探し物かい。そうなの、チョッキンが大事にしてたタコが。待った待った待った、ちょっと待った、俺っちが先。じゃんけんマン、じゃんけんしようぜ。俺っち絶対勝つからさ。いいよ。行くぞ、じゃんけんぽい。ありゃ、どうして負けちゃったの。それで、アイコちゃん。うん、ジョッキンのタコがどこかに飛ばされちゃったのよ。確かこの辺に落ちたと思ったんだけど。カシノキさんに聞いてみよう。お話ラインね。うん。ほほほ、何の用だね。カシノキさん、私たちタコをなくしてしまったの。この辺に飛んできたんですけど、ご存知ないですか。タコね、もしかしてわしと頭の上に引っかかってるあれかな。あ、僕のタコ。やっぱりそっか。いやいやいや、おっさん、チョッキーのタコだぞ、返せよ。うーやんたら。元気のいい小僧じゃ。そうじゃな、わしとじゃんけんをせぬか。勝ったら返してやるぞ。で、そんなことしなくてもじゃんけんマンに取ってもらえば。無理をするとわしの枝でタコが破れるかもしれんの。だーん、もうわかったよ。俺っちが相手になったる。よし、行くぞ。じゃんけん、ぽい。あやー、グーや、いつもグーばっかり出して負けてるね。俺っちグーが好きなんだよな。あ、面白かった。さっきのじゃんけんマン。はい。あの子たちにタコを取ってやってくれんか。はあ。わしもお前たちと一緒に遊びたかったんじゃよ。最近は木に登って遊ぶ子などいなくなってしまったからの。なんだ、そっか。よかったね、みんな。ああ。できた、できたぞ。俺は天才だ。じゃんけんマンなんか目じゃない。悪のヒーロー、おそだし仮面様だ。ぽっちゃん、ぽっちゃん。なんだペチョクちゃん、何を作ったんだぎゃ。また悪いこと考えてるんだぎゃ。当たり前よ。俺のじいさんは天下一の大泥棒として世間を騒がせ、そしてひいじい様は世界征服を狙う悪の科学者として、愚かな民衆どもが恐怖のどん底に突き落とした。その上のじい様、そのまた上も。細田家のご先祖様は由緒正しい悪人ぞろいなのだ。正義のヒーローぶったじゃんけんマンなんかコテンコテンにしてやるなあ。よっ、ぽっちゃん、かっこいいんだぎゃ。おいしい紅茶だね。ねえ、ママ。ええ、本当に。これは何という紅茶ですの、ウルル。はい、ロイヤルミルクティー、ウルルンブレンドです、奥様。まあ、本当に。
にウルルンはお茶を入れるのが上手ね。ありがとうございます。ウルルンは料理も上手だし、いいお嫁さんになれるぞ。嫌です、またあんなくもん。どうだ、おそだしも美味しいだろう。本当におそだしはおとなしい子だね。たくさん食べて大きくなるんですよ。それにしてもそのマスクは今流行してるのかい？お前の可愛い顔が見えないじゃないか。そうなんだよパパ。まったくおかしなものが流行してるんですね。そうだね。まったくもう、どうしてパパもママもああのんきなんだい。うちは代々続いた由緒正しい悪の家系なんだよ。悪のプライドというものがないのか、プライドが。もうまあまあ坊ちゃん、しょうがないだぎゃ。いや、やっぱり俺様がおそだし家を世界最高のワルとして世間に認めさせなければいけないのだ。できたぞ、俺様の発明した凶悪なるメカ。見ていろよ、ジャンケンマン。今日からこの世界は俺様のもんだ。リンゲ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 。あんだ、おめえは。こんにちは、おじさん。じゃんけんしようよ。あ、いいよ。じゃあ、いくよ。じゃんけんぽい。おい、ありゃー、リリリリがおめえ、そりゃ後出しでいいかい。いいや、俺様はおそだし仮面だからして、これはおそだしである。とにかく勝てばいいのだ。負けたやつはこうだ。ちゃん大成功だぎゃ。当たり前よ。何しろこの天才の俺様が生み出したメカだ。名付けて負けたら便器でベッタベタだぜ。これでみんなを便器だらけ。どうしましょう、こんな悪いことしていいのかしら。おいウルル、何か文句でもあるのかよ。いいえ、その旦那様や奥様がこんなことをお知りになると悲しまれるのではと。へーだ、俺様はそんなことちっとも気にしないで。来るなら来てみろ、おそだしでやっつけてやる。ん？はて、アイコや、大勢の泣き声が聞こえるようじゃが。あら、どうしたのかしら一体。ジャンニー、ジャンケンさんね。なんじゃ。何か変な事件が起きているようなんです。そのようじゃな。一体誰がこんなこと。本当ひどいわ。あ、ポリバケツおじさん。それは災難じゃったの。しかし、じゃんけん村の平和と公平のルールであるじゃんけんをそんなことに使うとはひどいやつじゃの。許せない。僕、行ってきます。ちょっと待って、じゃんけんマン。え？私も行くわ。でも、その前にお願いっとくと。アイコのお願い、アイコでしょー。ポリバケツおじさんのペンキ、消えてください。アイコちゃん、ありがとう。じゃ、おじいちゃん、行ってきます。ん？気をつけていくんじゃろ。はい、気をつけてな。じゃんけんぽい。ぽい。わー、ずるいぞ。わーはははは、何を言うか、勝てばいいのだ、勝てば。それそれ、覚悟しろよ。あきー、うわー。
マン待っていたぜ。坊ちゃん坊ちゃん頑張れなきゃ。お前は誰だ、そんな風にみんなを困らせるなんて。俺様か。にゃー、俺様の名はおそだし仮面悪のヒーローだ。おそだし仮面。そうさ、全世界に鳴り響いた優勝正しい悪の一家、おそだしファミリーのおそだし仮面様よ。知ってる？見たこともねえや。ともかくこんなことは僕が許さないぞ。どうするってんだ、俺と勝負するか。じゃんけんでさ。じゃんけんで勝負？そうとも、俺が勝ったらお前はそのマスクを取って正義のヒーローをやめるんだ。じゃんけんマン。どうする？よし、やるよ。じゃんけんマンダメよ。じゃんけん勝負なんておじいちゃんの教えを忘れたの？でも、じゃんけんは平和と公平のルールじゃ。勝ち負けにこだわるものではない。みんなが楽しく平和に暮らすためにあるルールなのじゃ。千人。しかしじゃんけんを悪用するやつは懲らしめねばならん。何？じゃんけんマン、じゃんけんパワーのもとにじゃんけん勝負を許すぞ。はい。覚えてろよ。